皆さん、こんばんは。どうのミュークボーイ、キングタケです。モーテル情報を行きたいと思います。今回、モーテ情報はゲームだけではないです。実は、2009年頃、パチンコにもあったんです、ムム。あの、パチンコ、あの、CR パチンコ、モータロ電鉄というものがありまして、ちゃんと声優さんもおりますね、はい。えー、いろんなイベントなど、いろいろな場面、まあ、いつも通りのゲームなんですが、リーチが多いです。格変が、実は多いパチンコです、はい。 えー、トラベルチャンス銀河鉄道チャンス騒ぎはいろいろなチャンスが訪れますただ5と5で4が出てしまった場合はもう外れだは外れですがなんとチャンスがございますペペペンチャンスもしペ,ペペマンチャンスで外してしまえばまさに1347意味なし当たればもうすごいですはいもうこれは大チャンスといってもいいものもありますただ当たり外れまあハーフハーフですねはい なんと目的地に到着すると1か2かな番号出ます。当たりはずはもう半分の確実です、これは。はい。あなた次第全ては。はい。ただ、キングボンビーの場面や、なんと、あのー、なんだろう。ご当地名産怪獣のあの、場面もございます。いろいろなチャンスがございますね。はい。これはおすすめのパチンコですね。はい。ただ、パチンコ私1回だけしかやってないですけど。 普段やらないです。普段やんないです。はい。かけるものは大の苦手ですね。はい。かけがとにかくダメ。はい。というわけで、えー、パチンコモーター電ンテのお話でした。それじゃあさよなら。バイバイ。